Cut. ウィス、タンチュンです。本日もドラゴンクエストタクトをやっていきたいと思います。この動画ではドラクエタクトを盛り上げたい、もっと楽しんでいきたいという気持ちで配信しております。ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンもできれば押してください。とても励みになります。コメントもいただけたらとても嬉しいです。それでは今日も元気にやっていきましょう。レッツゴータクト!おはようございます、こんばんは、タンチュンです。本日もご視聴ありがとうございます。本日で150日目のログインとなりました。初期勢です。初日からやっております。そして昨日すぐ対応してくれましたね。お知らせが来ました。一定期間スタミナ回復速度大幅アップということで、12月15日11時から12月31日11時まで3分に1回復、1時間に20回復、24時間で480回復となります。ありがとうございます。素晴らしいですね、これは。最高です。そして皆さん結構苦労されてたストーリーハードの難易度ですが、バランス調整していただきました。ありがとうございます。一応ね、オートでクリアできる形をもう取り始めてはいたんですけども、難易度が下がってくれる分には事故が減るので、私はとてもありがたいなと思っております。また明後日、し明後日ぐらいから、オートモードで周回、早く毎日周回できる方法を、動画に上げていこうかなと思っております。本日はレドクリム18章8話9話をやっていきます。それではよろしくお願いします。こんなパーティーでいきます。初見攻略なので、1回しかやってませんのですいませんが、こんな感じでクリアするんかなぐらいで見てもらえたらなと思います。パーティーステータスはこんな感じです。ではストーリーを見ていきながらやっていきましょう。それではレッツゴー。タンチュン、その強さを知っているぞ。それはあいつのアマテアの。そんなことはどうでもいい。俺様と戦え、貴様の力を見せよ。なんなの、急に現れて名乗れなの。両手に盾のようなものを持ったやつ、まさかあいつがあちこちで暴れ回ってる噂の。やっぱり写真で見た、レドクリムにそっくりだ。そういえば前に水晶の洞窟で見た石像にも似ているな。俺様の名を、物知らずのモンスターがいたものだ。いいだろう、教えてやる。我が名はレドクリム。こいつやばくないですか。めっちゃかっこよくないですか。普通にガチャとかで出てきてくれないかな。普通に欲しいんだけど。レドクリム御殿魔、大昔生きていたモンスターが、どうしてここに。なんだ、心がざわつく、体がうずく、嫌だ、体が勝手に、うお、やめろ、落ち着け。よくもやりやがったな。倍にして、返してやる。いいぞ、やれ、やれ、やっちまえ、殺せ、殺せ。会場のみんながどんどん凶暴化していくの。そうだ、もっとたけり怒るのだ。強者の共演こそ我が喜び。タンチュン、モンスターの凶暴化の原因はきっとあの御殿魔というやつだよ。それなら話は簡単なの。あいつをぶっ倒してみんなを正気に戻すの。俺様に立ち向かう覚悟ができたか。さあ、どこからでも来るがいい。さあ、やっていきましょう。初期配置こんな感じ。1ターン目。あんなでっかい盾を持ってるなんて動きが遅いに決まってるの。待って、遅そうに見えて動きも早いよ。2回行動に気をつけて。さあ、レドクリム戦。まず、8話からやっていきたいと思います。まだね、クリアしてない方とか、ミッション取ってない方とかに、見ていただけたらなと思っております。はい、お化け小僧2歩前で、身代わり。グレゼル姉さん1歩前で、待機。死神貴族は一旦下がっておきます。ワイトキング、移動して待機。ヘルコンドルは、しっかりスクルトをかけていきます。はい、守備力アップ。2ターン目、レドクリムは周りを固めた。いっぱい上がっている。雷神斬り。お化け小僧身代わり。グレーテル姉さんはこっからドルモア。602のダメージ。死神貴族はお化け小僧の下に移動してドルクマ。334。ワイトキングもこの位置からドルクマ。288。ヘルコンドルはスクルトをしっかりかけていきます。3ターン目。
レドクリムが怒った。レドクリムの雷鳴重心撃。この技普通に使いたいな。はい、お化け小僧は左上に上がって身代わり位置を移動しながら攻撃していきます。グレイツェルは左上に上がってドルモア、死神貴族は上まで上がってドルクマ360。ワイトキングここね通常攻撃しちゃうんですけど、ここは普通に待機してください。反撃食らいます。めっちゃ無駄ですこれ。忘れてました。ここはヘルコンドルはベホイミでしっかり回復していきます。380回復、めちゃくちゃ回復するようになりましたねベホイミ。そしてぶん回しからの大陣切り。レドクリムの HP を確認しながらもうこのターンで落とし切っていきます。グレイツェル姉さんのハロウィンスパークと死神貴族の攻撃、ワイトキングの攻撃で落とし切れると思います。グレイツェル姉さんのハロウィンスパーク素敵。私は死神貴族にイオラを覚えさせてますが、もう HP 全然ないので何でも大丈夫ですね。ワイトキングもまだ残ってます。はい、イオラー、グー、やった倒した。思ったよりやるではないか。だが俺様の力はまだまだこんなものではないぞ。しぶといの宝玉かな、これは。その宝玉はなんだ。なぜかとても懐かしい。うお、力が溢れてくるぞ。なんなの、倒れるどころか強くなるなんてずるいの。潰せぶちのめせ。この程度で俺様は倒せぬ。さあ勝負の続きと行こうではないか。はい、ミッションクリアとなりました。お化け小僧がちょうどレベル100になりましたね。残り経験値200ぐらい残しとったので。はい、お化け小僧はレベル99でした。6にしております。私は身代わりカバウ関係のモンスター全部6にランクを上げました。必ずどこでも使いますので、はい、優先的に上げていいと思います。それでは18章9話行ってみたいと思います。やばいの、あいつなんかすごいオーラ出してるの。ずっと当てられてると僕たちまでおかしくなりそう。潰せ。あいつ宝玉を見た途端急に元気になったの。やっぱりその宝玉がなんか悪いことしてるの。ぶっ壊すの、全然壊れないの。ぶっ壊されるのは貴様らの方だ。そうだ、全部ぶっ壊してしまえ。ぐおー、地震みたいなの、すご。近づくのも一苦労だ。でも逃げるわけにはいかないよね、タンチョン。はい、ということでやっていきましょう。初期配置はこんな感じでいきます。1ターン目、マスターリーグで戦った相手が凶暴化しているの。強敵ばかりだけど、これまでの戦いの経験を全て生かして倒そう。お化け小僧は早速身代わっていく。はい、ゲリオンの魔獣の雄たけび、ショックを受けた。早速お化け小僧は休みだ。はい、それではグレーテル姉さんのハロウィンスパークで落とす。ワイトキングはややこしいサソリアーマーを先に倒していきます。バギークロス980。ヘルコンドルは、私はヘルコンドルにだいぶ前にラリホーを覚えさせてますので連れてきてます。スクルドとラリホーがね同時に使えますので。眠り、混乱、麻痺などは3マス4マス移動のキャラにつけていくことを私はおすすめしますね。やっぱり使う機会がかなり増えます。はい、ゾーマはこちらに移動して滅びの氷塊でライノソルジャーに攻撃。2ターン目、お化け小僧は怯えて動けません。はい、姉さんは下に移動して影の騎士にハロウィンスパーク、魔力暴走。あ、そこまでダメージは入ってませんね。ワイトキングでサソリアーマーをしっかり先に倒しておきます。バギクロス。はい、続いてヘルコンドルはしっかりとスクルトをかけていきます。ゾーマ様はこの位置からサイコキャノンで影の騎士を落としていく。3ターン目、お化け小僧がやっと動けるようになりました。一歩左に移動して身代わり、グレーゼル姉さんで一歩前へ出てハロウィンスパーク、半分弱削れますね。レドクリムの陶器がむき出し、雷鳴重心撃。会心が出ていく。お化け小僧が消えた。
えぐいダメージだ。怪人は事故っている。ワイトキングのバギクロスでしっかりダイノソルジャーを落として、エルコンドルはスクルト、ゾーマの最高キャノン574ダメージ。4ターン目、強い。スクルトでギリギリ耐えているが、2回攻撃でやられてしまうゾーマ。はい、最後はグレーゼル姉さんのハロウィンスパークで落としていく。強いですね。こんな程度では俺様の力はもっと。今度こそ勝ったみたい。やったな、万歳だな。本当に見事な戦うぶりであった、タンチュン、そしてその仲間たちは。わわ、王様ありがとうございます。あれあれ、俺たち一体何を。あの乱入者が来て、それからなんか妙に暴れたくなって、観客のみんなも元に戻ったみたい。よかった。レドクリムの身柄は一旦こちらで預かろう。頼んだぞベラ。はい、お任せください。御殿魔か、正気を失っていてもかつてと変わらぬ勇士じゃな。王様なんかおっしゃいましたか。いや、なんでもない。世界の状況は未だに気がかりであるが、今は勝者を祝う喜びに浸るとしよう。聞きたいの、単純や世界、宝玉、御殿魔のことを。うむ、長い話になる。順を追ってゆっくり話してやろうぞ。その前にまずは表彰式だ。おい、大変だ大変だ、大陸中の町や村が襲われている。なんじゃと。イブリ村は、イブリ村は大丈夫なの。イブリ村も襲われているって話だ。他の町から逃げてきた連中が言うには、この大陸では見かけない奴らだ。どういうことなの。わからない、イブリ村の住民とは連絡が取れないのだ。そんなの嘘なの、信じないの。みんな無事に決まってるの。お急ぎで帰るの。まだ待って、僕も行くよ。待て、今は異国を争う時代じゃ。わしのバシルーラで飛ばしてやろう。バシルーラ村が嘘、こんなこと。誰かいませんか。村長、みんな返事してほしいの。モナン、これって村長の部品なの。そんな、まさか。みんなどこなの、なんで誰もいないの。モナン、うーわー。はい、ということで4ターン撃破となりました。報酬はこちら、めちゃくちゃ豪華、瞑想虹色のオーブ、素晴らしいですね。チャンネル登録もよろしくお願いします。明日の動画予定はヤマタノオロチ456回、その次はストーリーハードモードのオート周回の動画を出していく予定です。ストーリーの朗読良かったよとか、ここいや微妙かなみたいなコメントいただけたら嬉しいです。それではまたねん。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。YouTube のコメントなんかもいただけたら嬉しいです。Twitter もやっておりますので、いいねやフォロー、よろしくお願いいたします。それでは。